ってくる。旗があるからちょっと見えないけどね。まさかの24時間ずっと晴れで、あの気持ちのいいレースができたんですけど、最高やな。こんなトラブルなく終えた24時間レースは僕8年間ぐらい挑戦してて初めてかもしれません。あの本当にチームの努力が実ったと思います。あと応援していただいたファンの皆様ありがとうございました。待って待って、みんないっぱいたくさんいるんですよ。ほらイエーイ。スバルのファンの人たちは本当に温かいんで、今回の優勝もそうですし、来週 GT もあるんでね、はい、かましたらね、まあ、タイでスーパー GT ありますんで、ぜひ期待してください。頑張ります。応援ありがとうございました。